60億年前に形成された太陽系外惑星を取り巻いている、水を豊富に含む大気をハッブル宇宙望遠鏡 HST で検出したとする研究結果が発表された。この系外惑星は、太陽系からわずか97光年の距離にある。米航空宇宙局 NASA によると、この系外惑星 GJ9827D は、直径が地球の約2倍で、太陽系の海王星と金星の両方と共通点がある。大気中で水蒸気が検出された系外惑星としては、これまでで最も小さい。でも重力2倍だろ。質量が8倍なら重力も8倍だぞ。半径でかい分マシかもしらんが。97年でいけるお。光の速さで歩けるならな。しかし比較的、近しい空域に水のある星があるのだから。やはり宇宙のどこかには生命体がいて別の概念で生命活動してるかと、思うと惑星化する。光の速さなら一瞬なんだが。光が97年かけて届く距離じゃないの？近いなちょっと明日行ってみるか。惑星の人を見かけたら念のために光線の石なしの意味で白旗を掲げるんだぞ。白旗が果たして通じるのかどうか。宇宙船で子孫を残せれば、たどり着ける距離。無理だろ。4光年先のプロキシマケンタウリですら人類の技術で1万年かかるってのに。いよいよ見つかったね。最後の開拓地である。わずか97光年。わずかじゃないやろ。宇宙で言ったら1歩くらいの感覚やぞ。97光年も経ったらもう生きてないよ俺。億光年に比べたらね。97光年か結構近いじゃん。オケちょっと行ってくる。地球からではなくて太陽系から97光年か。ああ2丁目曲がったとこな近いよな。なあに、距離なんかワークすれば関係ない。97光年をわずかと言える感覚はいろいろとマッチしてそう。太陽系ですら探査しきれてないのに。どこがわずかなんだ。1光秒でも大変なのに97年とか。光の 10% の速度で1000年か。ロボットと地球生命の遺伝子を乗せた。移民船を送れる距離ではあるのかな。これ発見したとしてなんかいいことあんのか。ロマンはあるけど。金星と同じ気温って生物が生存できない気温か。宇宙のことを考え出すと寝れなくなるわ。こういうの知ってもワークホールみたいなのが奇跡的に開発されない限り絶対到達することないんだろうな思う。そりゃ137光年でも137万光年でもなく137億光年先を探査しようと奮闘してや、97光年先なんて近所に感じるのもわかる。宇宙のことを考えると、地球上の全てのことがさまつなことに思えてくる。これはあるね。逆めっちゃ怒ってるけど謝罪行かなくても別にいいかなって。人住んでると思うけど遠すぎて会えないな。わずかっていうが、どうやって行くの？太陽系にも地球以外に水の星がいくつもあるのよ。光の速さでも97年だから宇宙は相当にでかいな。つか今もう宇宙って広がってるんだろ？広がってるってことはこの空間は有限で、その外側には何があるのよ。光より早く広がっている空間の境にはたどり着けるわけもないから考えてもしょうがない。高速を超える技術を。結局宇宙人はいるのかいないのか。わずか、でもないな。10、20光年くらいでも結構星あるからね。定期的にこの手の発見があるな。予算目的かな？年度末の道路工事かよ。秒速16キロのボイジャーが46年経ってもまだ高速1日分しか飛んでないのに。現実は永遠に他の惑星探索とかできなそう。人間じゃ無理。AI マシンに行ってもらおう。仮に人類が存在し続けたとして、膨張した太陽に焼き尽くされる30億年後あたりどうすんだろうね。宇宙船で逃げるのか太陽の方をなんとかしようとするのか。だからダンスとかチューバー、スポーツで遊んでる場合じゃないんだよな。もっと優秀な頭脳を育てないと人類は滅びるだけ。今の人類には遠すぎてめまいがするけどな。わずかって、今のロケットで何年かかるよ。生きてるうちに着かねえじゃん。火星行くのも片道1年半。太陽の光も8分かかってるからな。人類は結局太陽系から出られないんじゃないかな。しかしよくわかってない宇宙に安心して住んでるなんて、思考停止してるよな。太陽系の模型が誤解させるんだよな。惑星と惑星があんな近いと勘違いしてしまう。宇宙船とかじゃなくて、どこでもドアを開発しろよ。わずかって言われてもな。どうやってそこまで行くんだよ。とりあえず中間地点あたりで待ち合わせしようぜ。光って意外とのんびりしてるんだな。じゃあちょっと行ってくるわ。報告するから200年待っててくれ。97光年って徒歩何分くらい？光なら月まで 1.2 秒、徒歩だと135年。1光年を徒歩だと2億7千万年。その97倍ってことかな、計算してみれ。徒歩は時速4キロで計算。わずかとは一体。大気中に水分があるアリソンってだけで、海がある地球型惑星っつうわけでもないんか。そのうち地球にもどこかの惑星から探査機飛来してくるんだろうな。こっちから見つけるよりもそれの方が可能性でかそう。いわゆるワーク工法ってのはほぼ無理らしいね。夢も希望もあらしない世の中だよ。人類の得意点はいつなんだい？確か今の技術力やと太陽に物を運ぶのも基本的には不可能なんよな。夢見させるようなことばかり言うなよ。コールドスリープの装置を作れて、200年以上旅を続けられる宇宙船を作って、やっとスタートな200年先に行けるのか。光の速さで97年って、メール送っても返事が来るまで、約2世紀かかるわけか。宇宙ってロマンあるし色々知りたいけど、現状金の無駄だなと思う。宇宙広すぎるし地下まで再退して活動できない。せめて人類が宇宙仕様に進化せねば、わずかってどういう感覚なんだ。
400メートルトラック何周分かで行ってくれないとピンとこないな。エウロパに地球の2倍の水があんのがすげえ。これは新しい未来へと繋がるミラクルなんですね。向こうでも同じこと言ってそう。97年先にちょっと小さい水の星が、宇宙は人知を完全に超えてるから、考えても無駄だな。人類にはまだたどり着けない距離。なんで宇宙船一つで一度に目指そうとするんだ。手近な住める星見つけてそこ行って、3台かけて次の拠点星探すくらいでいいだろ。俺は光のスピードなんか見たことないから信じない。俺は見たことある。個人レベルで簡単に実験できるぞ。人類が宇宙に進出するには高速の壁をぶち破る必要がある。ちなみにダイヤモンドだけでできてる星も発見済み。とんでもない技術が開発されないと宇宙開発は無理ゲーだろうな。AI がやってくれそう。少なくとも自分が生きてるうちには、宇宙時代は来ない。それだけでワクワク感がなくなる笑い。宇宙が広がり続けてると知った時はビビった。マジでなんなんだよ。宇宙船で旅立ったとして、97光年無事に世代交代して子孫がたどり着いた頃に、その惑星は存在してるのかな。情報の伝達すらまともにできないこの宇宙という空間は、一体何のために存在するのか。多分ロケットを同行なんて言ってるレベルでは無理だろうな。もっととんでもない技術を発明しないと。磁気のような力を使うのが有力。しかしあまりに技術力が足りなさすぎていて数千年とか万年かかりそう。木星の成り立ちみたいな動画見て星の研究は確かにかなり面白いと思ったけど、そこにとんでもない金がかかってるとなるとなかなか賛同が難しいよな。現状面白いだけだからな。12家族の10世代で往復できそうですね。高速とか簡単に行ってくれちゃうよな。ワープなら楽勝で行けますな。こういうニュース見るたびに東京ドーム何個分ってわかりやすく説明するように、距離をどれぐらい離れてるのかわかりやすい縮小サイズで示してほしい。1光年を新幹線で進もうと思ったら360万年くらいかかるから、それの97倍。水があるだけじゃ人間は生きられないから移住先にはならないな。観測されてる宇宙はどれだけ広いかの動画見ると恐怖を覚えるよね。俺らの住んでる世界は広い砂場の一粒みたいなもんだし。考えること自体非常に無駄な話よ。どうせ行けないのに見つけてどうするの。意味もないのにここに書き込んでる君と同じ。ローマン。終わりがあるのもなんか嫌だけど終わりがないのはもっと嫌やな。AI が光を超える発明をもたらすことはあるのかな。新しい物質やら見つけ出したりしよるやろな。人類は現状ほとんど何も知らん。直径が地球の約2倍。はい解散。他の天体で地球とは違う空を見ながらテクテク散歩してみて。今のロケット技術で1光年は19500年かかる。現在発見されてる一番近い地球型惑星まで 4.2 光年。宇宙の広さから見ればわずかの距離と言えるが、物理的に考えると地球からも外からも行き来は無理。光が失われずに届くのって不思議じゃね？宇宙になんもないからな。大気があったら大生成とかのエネルギーに使われて失われる。行ったところで楽しい施設どころか自販機の一つすらないからつまらんぞ。今から調査団送れば200年後には移住可能か結果がわかるな。200年後程度じゃ太陽系の直径の倍も進んでない。星間の闇の中を漂ってるだけ。太陽まで8分で行ける宇宙船作れや。コールドスリープで全て解決。どうやって測ってるか知らないけど何光年とか何万光年とかその距離は本当に正確なのか。この星ぐらい近距離だと地球軌道を利用した三角測量が使える。金星を人が住める星に改良してくれ。無理。火星の方がまだ可能性がある。いろいろ考えてもしょうがないので銀河鉄道999を鑑賞しよう。いけないならないようなもんや。97年かければ光信号は送れるということか。太陽使えばできるか。早くコロニー建設して宇宙世紀にならんと間に合わんぞ。まあ地球文明の我々にとっては距離だけ見たら97光年も97万光年もいけないって意味では変わらんからな。AI がシングラリティ起こして加速度的に発展したら宇宙開発分野も飛躍的に展開していきそうだがな。月移住すらできてないもんな。ワームホールでもできないとそこまで移動するのは無理だな。 SF でも銀河を舞台にしてるとワーク後方前提なとこあるしな。仮に高速出せる船でも遅いんだろう。そんな遠く行くより火星に大気作る方が早いかもな。どっちにしろコールドスリープが確実にならないと食料とか持たないから無理だな。誰か暇な人ちょっと見に行ってこのスレに様子を書いてくれ。飯食ったらちょっと行ってみてくるわ。始発動いたら俺も行っとく。97年って到着する頃にはシワシワやないか。簡単に言うなよ。なぜ行こうと考えるだからダメなんだよ。逆に向こうからこっちに来たくなるように仕向けるんだよ。見てる画像がすでに97年前のもの。地球がなくなり太陽系がなくなり銀河系もなくなる。それなのに一生懸命いろんなものを残そうとする人間。まあ自己満足だな。97光年をわずかなんて言っているから未だに月までにしか行けないんだよ。宇宙のこと考えると夜しか寝られなくなる。宇宙膨張は高速を超えるらしいから、何らかの方法で光より早く移動は可能だと俺は思う。宇宙の膨張が高速を超えても情報が高速を超えて伝わるわけではない。高速を超えて移動するのは情報伝達を伴い相対論に違反するから意味が全然違う。1光年ですら誰もたどり着けん。その星にトイレある？おしっこはどこですればいい？わずかの使い方間違ってね。夢を見るのは楽しいものだ。どんな軌道を変えて公転しているかわからないじゃん。
意外ともっと近くにそんな星があったりしてね。むしろ人間の高知能をもってしても宇宙の何一つ解明できないのはおかしい。やはり宇宙というのは解明できないように作られたと思う。天文学者にとってはわずか97光年。しかし人類は永遠にたどり着けないわずかである。光の速度が出せたとして加速減速に時間をかけないと潰れちゃうから高速で動ける時間少なそう。結局700年とかかかりそう。宇宙の広さを考えれば高速なんて亀の歩み以下だよね。この手の話にワクワクできなくなった。宇宙のサイズの中ではすぐ近くなのはわかるがね。もう少し正確に距離を出してくれや。センチメートル単位まで。光年とか大雑把すぎるんだよ。天文学者って一番距離の問題知ってる人たちだよね。こんな遠くにあるのにワクワクするの？わずかといってもまだ地球人が作ったものは1光日ぐらいしか進んでないやろ。ワープ工法が実現するにはあとどれくらいかかることやら。行くには絶望的に遠いけど観測するにはとても近い。でも現在の技術ではまだ十分な観測はできないのだろうけど。でもまあロマンはあるやん。高速に近づくと時間が遅くなるんやろ。地球視点だとさらに時間かかるべ。こんな手の届かない星に興味ないから、かつて月に文明があったのか考察する方が楽しい。銀河鉄道で行けるん？97光年がわずかなわけないだろ。そうさ、噂は光の速さより速いよ。速度は諦めて人の延命を考えた方が速そう。感覚狂ってるな。光のスピード何もぶつからずに移動できんだろ。宇宙望遠鏡をもっと超高精度にして観察するぐらいが関の山か。宇宙船すらないのに。SF 映画とかだと97光年くらいあっという間だけど、実際に簡単に行けるようになるにはあとどれくらいかかるんだろうな。行くのは無理だけど通信なら97光年は絶望的距離じゃないでしょ。人類がたどり着く頃には水が干上がってそう。わずか宇宙基準。目指そうではないか。めちゃくちゃ遠いのに観測することはできるのが面白い。今見てる星が今存在してるかどうかはわからないんだよな。じゃあ今見てる太陽は果たして。とてつもなく遠い。そんな遠い星のことなんてどうでもいいでしょ。もっと足元見ろよ。生物の寿命に対して宇宙の時間感覚がバグってる。人類が滅亡せず文明が進化し続ければ数千年後には到達できるかもしれん距離。物質転送機まだできんのかよ。1光年先にも行けないのに97光年先って希望も期待もないだろ。こんなの宇宙なんかどうでもいいから深海の世界を追求する方がまだ得しそうだろ。見えるだけで永遠に手に入らないもの。今の技術だと無人探査機をスイングバイク駆使して加速しても高速の 0.05% あたりが限界らしいので、20万年くらいあれば到着できるか。宇宙誕生からだいぶ経つのに文明らしい電波を捉えれてないのはなんでだろうな。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。